かと思えば庶民じゃない。奇遇ね、こんなところで会うなんて。なんて言うとでも思った？この私の目はごまかせないわよ、庶民。さては風見の企業秘密を盗みに来たんでしょう。この風見エレンにはお見通しよ。あの大食いのイルカといい、あんたといい、ハヤテや私に不自然に遭遇しすぎなのよ。風見の有力選手に接触すれば価値ある情報を盗めるとでも思ったんでしょうけど、世の中そううまくはいかないわよ。こっちだって本気でビジネスやってるんだから。今日だって偶然を装って接触してきたんでしょ。スパイするにしてももう少し。そうね、その通り。全ては私の策略よ。あんたみたいな不審人物が歩いているから奇戦を制してあげたってわけよ。私はメイドなんか連れて歩いてないわよ。どこにいるのよ、そんなの。ここにおりますが。頑張ってください、お嬢様。今日は一人で考え事をするからついてこないでって言ったでしょ。はい、なので気づかれないように見守っておりました。もうどっちの味方なのよ、あんたたち。今日のところは勝ちを譲っておいてあげるわ。この風見エレンの寛大な精神に感謝することね。ご心配なく、いつも通りです。